皆さんどんな想像されますか。娘も妹も別々のところで話したんです。答えは同じでした。あなたに言っちゃいけないって言ったって言っちゃうでしょ。あなたは私たちに韓国へ行くって言うときはもう飛行機も決まってホテルも決まってるんでしょ。そしてから言うんでしょ。だからあなたに言っちゃいけないって言ったってあなたは言っちゃうでしょ。だから言っといて、行ってきたらいいよ。行く時間くらい行くのってから5日間くらい行っといて、まあそう言ってくれました。まあ私の気持ちをもう読んでしまって、もうそれ以上私は言うことないんで、まああとは出かける前の日に妹と娘には明日行ってくるね、よろしくね、必ず帰ってくるから必ず帰ってきてよ。何を思ったか、必ず帰ってきてニュースソースにならないようにね、そういう言葉でした。まあ娘も妹も私の心境分かってますから、まあ韓国でどうしてくるんだろうか思ったんでしょうね。ニュースソースにならないでね。一瞬私はドキッてしましたけれども、まあそれが私の本音を知っている彼女たちの思いだろうな。必ず帰ってこないとならないから帰ってくるよ。まあそう言って私は韓国に来ました。今回は帰りもないツアーもない、どうしても会わなければならない人もない、ただ教会行きたい、韓国の教会行って出会いに出たい、後ろの方でいいから韓国の教会の礼拝に出て一緒に賛美聞きたい。ハングルはわからないけれども賛美歌は聞いたら自然と出てくるんだろう、そういう経験をしていきたい。それが私の心境だった。でも私にとってこの詩編の33編の歌、まあ歌です、詩というよりも歌、これは私の心を励ましてくれました。7月以来、姉を詩のもとに送って以来、毎朝前から祈っていましたけれども、祈る度ごとに詩編33編を開いて読んでいました。賛美の声を上げる、そのことによって少しでもリフレッシュしたい自分の中で、そしてパウロが言うようにパウロも苦戦苦闘しました。でもパウロもその中で神様に捉えられて御言葉を語る人となった。いつ自分が死というものに直面するかわからないパウロ、何回も逮捕されて屈辱を受けて迫害を受けたパウロ、でも神様は自分のところにいてくださるんだ、神様は主が私と共にいてくださるんだ、そのことをパウロはしっかり受け止めてパウロは歩み続けた。このポイントの信教の手紙の2の御言葉、私の信教もまさにパウロと同じだ。いつどうなるかわからない自分、しかし神様がいてください、主が私と共にいてください、そこにだけ望みをかけて、そしてその発散をされるする場所、それは国内じゃない。国内にいてもいろんなことを考えさせられてしまうから、とにかく韓国に行きたい、韓国に行って韓国の空気を吸いたい、もうただそれだけです。それだけで私は来たんです。だからその意味では